ゴミヤススケは日本の小説家。ゴミの本名はヤススケであり、読みはヤススケであるとされてきた。なお、練馬区文化振興協会が所蔵するゴミ自筆の年譜では本名についての記述はない。一方で、ゴミヤススケの世界展図録の添付年譜には、幼少時は金一または金五と呼ばれていたと記載されている。 ゴミが在学した明治大学に残る資料によると、ゴミの本名はゴミ金一である。剣豪を扱った歴史、時代小説をはじめ数々の作品を発表。特に、野牛十兵など野牛一族を扱った作品で知られており、ゴミの野牛か、野牛のゴミかと評された。週刊新潮をはじめとする出版社系週刊誌の爆発的流行と気を一にする、 昭和30年代から40年代の流行作家であった。戦前の剣豪小説と全く異なる新たな剣豪小説の世界は、芥川賞受賞作、送信で始まったと言っても過言でないが、58歳という短い生涯であった。オーディオクラシック音楽評論でも著名で、オーディオの神様とも呼ばれ、製法の音、天の声製法の音、オーディオ巡礼、 いい音、いい音楽などの著書がある。大阪市南波生まれ。早くに父親を亡くし、育ったのは、母方の祖父の家で、大阪、千日前一帯に、多くの芝居小屋や映画館を有する大工業士の家だった。大阪府立やお中学校を卒業し、第2は世田高等学院に進むも中退。中退したのは1942年とされる。 すでに徴兵年齢の20歳を超えており、徴兵を逃れるために1943年4月に明治大学専門部文芸科本科に入学するも、終戦直前の1945年5月に除名されている。この頃日本ロマン派の影響を受ける。学徒出陣で陸軍に入り、一兵卒として中国大陸を転戦し、1945年の終戦を迎える。 南京で捕虜として過ごした後、1946年に復員し、安田与十郎に指示する。同年、国光四郎と共に文学地帯を刊行。編集長を務める。文学地帯に日本ロマン派の影響が見られる短編小説、天の縁、戸石君はも、お聞こう。1947年に、亀井正一郎を頼り状況、東京都三鷹市に住み、 ダザイ男女の川上りさんと共に、三鷹の三鬼人と呼ばれる。この頃、関西の出版社の社員として、岡本太郎の前衛芸術運動、夜の会に、接近、多くの影響を受ける。1948年11月、亀井翔一郎から絶縁される。1949年、歌人、前川さみおの妻の妹と結婚。1950年には、 神戸で放浪生活を送り、覚醒剤中毒で入院。様々な職を経て、1952年に、再び状況、音楽を通じて知り合った、新潮社の編集者、斎藤十一の紹介で新潮社の社外構成をしながら、小説を書くが、ボッツばかりであった。その後、ドビュッシー、西風の見たものを聞いて、着想、執筆した、送信が、 斉藤十一の推薦で、新潮1952年12月号の同人雑誌推薦新人特集に掲載され、1953年第28回芥川賞を受賞。送信はその年に大英で魔剣の題名で映画化される、毎日新聞社、毎日グラフより。その後は、ヤギューレミアサなど、独特の時代小説を発表し1956年。 週刊新潮総刊から野球部芸長を連載して人気を博した。主人公の集団性、禁欲的な剣豪でなく本能のままに生きる剣豪という捉え方、そして日本ロマン派の影響の濃い、剣の達人の持つ精神性の表現と格調高い文体で高く評価されている。鉄相や感想学に通じており、ゴミ鉄相教室や、 ゴミ人相教室などの著作を残した。ゴミは1974年に発表した文章で、私は多分58歳まで寿命があるはずと自分の感想学で判じているが、こればかりは当てにならない。と述べていたが、6年後の1980年に58歳で死去した。麻雀にも造形が深く、ゴミ麻雀教室などを上司し、色川舞台に先んじて、 本格的な麻雀小説を書いた。将棋も愛好しており、将棋観戦記を執筆。1956年に、当時名人だった、大山安春を非難する小説を発表し、大戦からクレームがあったため、謝罪した。週刊文春1959年12月14日、合文春歌舞伎、慶賀の子娘道な寺の一場面。右から、加藤義夫。 平岩弓江、小山いとこ芝木よし子、五味安助、平林太子、森田玉カーマニアとしても知られていたが、1961年5月に飲酒運転で逮捕。1964年1月31日には、三重県鈴鹿市戸田町の国道1号で接ったばきのまま、自家用車を猛スピードで運転中に、トラックと、 正面衝突を起こし内臓破裂などで一時渋滞となった。1965年7月24日には、脇見運転とスピード違反により、名古屋市で60歳の女性とその孫の6歳の少年を死亡させる交通事故を起こして逮捕される。この時、志賀直也川端康成、小林秀夫、伊部増次井上康三島幸夫、柴田蓮三郎、 水上勤務、亀井翔一郎、安田余十郎が連署で執行猶予を工事応信証裁判所に提出し、1966年、ゴミは禁錮1年6月、執行猶予5年の有罪判決を受けた。食材の心の沈遷した自日没などの作品が書かれた。ゴミは1952年から東京都練馬区に住み、剣豪小説家として財を成してからは、 同区の大泉学園長に邸宅を構え、死去まで居住した。1980年、肺がんのため死去。58歳没。墓は、鎌倉市県庁寺の改修民にある。入院したゴミは、知人にレコードを聴ける小型のオーディオ装置を用意して、欲しいと依頼し、病室に持ち込まれたオーディオ装置とヘッドホンを使って、ゴミが最後に聞いたレコードは、 ベートーベンのピアノ・ソナタ第32番作品111だった。ゴミは、幼少期から終生にわたって、友としたクラシック音楽やオーディオの世界では、評論家として巧妙であり、性の音オーディオ巡礼などの著書を残した。クラシック音楽愛好家、オーディオ愛好家の間では、死去から約40年を経てもファンが多い。ゴミの死から約25年後、 ゴミの相続人がすべて死去する事態となった。この場合、法律の定めにより遺産は国庫に収納される。遺族が保存していたゴミの遺品は国庫収納後に競売されて散逸する運命であった。しかし、東京都練馬区はゴミの遺品の文化的価値を重く見た。2008年にすべての動産が練馬区に一括無償状とされた。練馬区が所有、 管理するゴミの遺品は約2万点に及ぶ。ゴミの没後30年となる2010年9月から10月には、練馬区立釈迦井公園ふるさと文化館で、回顧展、没後30年、ゴミやすすけの世界作家の遺品が語るものが開催された。2014年には、練馬区立釈迦井公園ふるさと文化館文室の2階に、ゴミやすすけ資料展示室が開設された。 同じく2014年から修復されたゴミのオーディオ機器一式でゴミの LP レコードコレクションから選んだレコードを演奏するレコードコンサートが毎月1回開催されている。ありがとうございます。